中止ですとか聞いてない聞いてないってなっちゃうからね。ということで目視で確認できるのはちかさんとあゆかぴょんとまさかのブンブンに乗ってたゆずぽさんとゆうねちゃんが残っているということで。 まさかの4匹しか残っていませんでした <laughs> いえんさあ本当にあのねこう今日今さっき初めてこの部屋に入ったんですよ今日すごいねいっぱい落ちててさすがにびっくりしました さすがの中坂もやっぱりリーダーと副リーダーは守ってくれてるというかやっぱリーダーと副リーダーの軸に TBS はあるんだなということを痛感しております。 さすがにね今日はちょっとネ色を変えたので皆さんにご紹介したいと思いますじゃーんかわち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 くないですか今回は今回のポイントはこれですこれがもうかわいいポイントすぎて超かわいい なんかねまためっちゃね夏みたいなネイルしたんですけど <laughs> 親指親指めっちゃ可愛い、はいめっちゃ夏,夏ネイルですちなみに <laughs> 今回はこのカラフルがテーマですカラフルなネイルしたくてこれにしようってなりました可愛いいでしょ っくりしてるの全部勝ち終年コンサート亀子を当選したよおめでとう確かに雨みたい可愛いでしょめっちゃそうなのそうなの今回も可愛くしてもらいました <laughs> と言っても結構何もない期間なので 周年の当落だったのね、今日当選しましたっていう方がたくさんで良かったですありがとうございます3声当たっちゃいましたおめでとうはいお洋服も着て今日は <laughs> お洋服は毎日着てるんですけど2日間亀古関当選おめでとう14日当選したよおめでとうみんなおめでとう <laughs> 今日はもうなんか眠すぎて。なんかネイルしながら寝てた。こうやってうとうと。でもネイルってなんか寝てたら完成するとかじゃなくて、なんか右手やってる間にこう左手を固めてこう。左手やってる間に右手を固めるからこう。私もこうね。動かさんといけんのですよ。だからなんかずっと寝てるわけにはいかないから。寝て起きて寝て起きてをこう繰り返してネイルしてました。 大丈夫ですか？とか言われても、も記憶ないから、大丈夫ですみたいな感じだった、絶対。なのに、店員さんはとても、あの優しかったですえへへへ。そうなの、そうなの。<laughs> 今日はまた別のネイル屋さんです。あ、し、お支払い早い、さすがです。仕事でき。 そう9月7と8のトーク会でみんなにお披露目するためにネイルしてきたので見てくださいちゃんとちゃんとじっくり見てくださいあ今日誕生日ですので一応ご報告しておきますおめでとう

お誕生日おめでとうございます最近中坂への愛がもうだだ漏れていてなんか中ちゃんのことめっちゃ好きなんだなっていうのがすごく感じ取れるのでこその気持ちをこれからも末永く一生忘れずに一生中坂推しで愛し続けちゃってくださいもちろん一生中坂推しですお誕生日おめでとう <laughs> おめでとう本当に。 久しぶりですねお誕生日のお祝いするのおめでとう今日は半年ぶりの劇場公演は楽しかったですか迫力が一ょ。バーリヤツがは,はいそのようにいたしますということでそのようにいたしてくださいお誕生日 もうちょっとね1時間やりたい気持ちはあるんだけど結構中坂さんの HP が限界かもしれない今日は6時起きだったのでまあまあ早起きだよね6時ってそうそう長ちゃん推し楽しそう長ちゃん推しはとっても楽しいですよえみんな長ちゃん推し楽しいよねね そそうそうちょっと早かったのでもううわーってなっちゃうそうあーって楽しいですよね4時20分めっちゃ早そう。 みんなほら楽しいって言ってますから、あのこれからも皆さんのカサカシとしてエンジョイしていただけたらなと思います。はい。今日は焼肉の日です。確かに焼肉食べたい。いい。焼肉食べたいよね。なんかね。一回姫たんといい焼肉食べに行こうって言って食べに行って。値段にびっくりして。 おっったたまげて帰った記憶あるえー、ーみたいなもう麻婆豆腐食べましたよ帰ってきたのはもうちょっと早い今日はお仕事終わったからネイルまで行くくらいに早くお仕事が終わってたのでそうなんですラッキーさんも今日誕生日ですもんね眠さん 結構85くらい結構眠かったなんか別にめっちゃ眠いわけじゃないんだけどいつでも電源切る切れるよみたいな感じかなさすがにお金持ってない状態で高い焼肉は食べに行かないんですけどちゃんと覚悟を持って行ったからね でもなんかたまにやります。なんか現金がないときとかあるじゃん、ね。現金がないと割れないで。p ペイ p ペも入ってないからさ。割れないから。そういうときはちょっとごめんなさい。また払いますって言ってます。そう。今日はね。メイクさんにメイクしてもらったからね。いつもと顔が違う可愛いいですかじゃーん。まつげだけ自分でやりました。 そう脂身が脂身はあんま好きじゃないですけどまだもう食べれなくはないもともと別に食べれなくはないですからね食べないだけで眠い割には今夜はまだ大丈夫そうなんかがっつりはまだ入ってない、うん、その眠い領域に。 明日無事たどり着けるようにいやでも本当にあに無事にたどり着いてほしいんだけどあの一番はもう皆さんが安全でいることが大切なのであの皆さんの,その安全第一であの過ごしていただけたらなと思います <laughs> 最近メイクレシピの投稿が流行ってるけど中ちゃんも投稿してみるしないしない中ちゃんはあんなんちょっと投稿できないですそんな。 そんな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 そんんななでも糸満きのが秀逸すぎてもう大好きあれマジでバズってほしいお願いお願いだからみんなバズらせてマジでおもろい最高すぎる泣く泣く断念しましまたそうですよねなんかあの来れるっちゃ来れるけどマジで帰れなくなるなりかねないっていう感じなのであの本当に気をつけてほしいなと思います みんなの画像は勉強にななってるみんなの画像はめっちゃ勉強になってると思うんですよ。マキコさんとマリンさんとアズアズと里香保さんのを見たんですけどでもあの一つ欠点というか中坂さん的な欠点があってあの投稿されてる皆さんはおそらくブルベなんですよ顔の色味が。 なんか使ってる化粧品がなんかすごい青みピンク系の色をめちゃくちゃ使っててしかもあの似合うんですねそのブルベというものが。中坂さんはもう本当にこに結構本当に SKE で一番ブルベ似合わないんじゃないか選手権第1位くらいもうブルベが似合わない人なんですよ。なんかほんとにあの黄みがかったピンクとかじゃないと。 似合わなくてその青みがかったピンクが本当に似合わなくてうんそうそうそう中ちゃんはもう蝶がつくほどのイエベなのでそうなのでそのだからあのー、今あげてる皆さんのメイク道具を使って中坂がメイクをしてもなんか顔色悪いい人みたいになっちゃうよ <laughs> そうそう。 まきこさんはなんかどっちも多分合うタイプファーストとセカンドがイエベとブルベで違うタイプだと思っているそうそうだからあのー、何がそんなに違うのかってそう思いますよねでもなんか結構違うんですよ結構違う中坂さんがこう見せたいところではあるんですよ「これがブルベです」って見せたいんですけども残念ながらブルベのものなんて思っていないので。 なんだろう何がブルベかな持ってるかななんかブルベっぽいものんなんかある究極にブルベえー、ちょっと残念ながらあーこれとか結構ブルベこれはもう超ブルベアイシャドウなんですけど。<laughs> なんかこういう色結構なんて言うんですか黄みがかってるというより青,青みがかってるピンクとかはもう似合わないです中坂さんには。なんか浮いちゃうんだよね、まあ、今顔じゃないのとうなんかわかりますこ,こ,のこの感じが中坂にはちょっと似合わないので。 中坂さんはちょっとブルベが本当にダメですしゅうダメですしゅうもちろんイエベでもセカンドがブルベみたいな方もいるんですけど中坂さんは多分ファーストイエベ春のセカンドイエベ秋なので本当に青みというものが本当に似合わない緑は似合うんですけどね そうそうでもなんかいいなって思いました結構いろんなアイドルがやってていろんなアイドルの皆さんがバズっているので SKE もバズってほしいですとにかく気になる方がいるなら「アメブロかあのメールに送ります気になる方がいるのであれば一回ファンデで塗りつぶしたらどうにかならない なんかファンでも黄色くくすんで見えるようになっちゃうんですよ。ファーストセカンドの考え方が分かりませんなんか一番似合うのは「イエベ春」だよね二番目に似合うのは「イエベ秋」だよねみたいな感じ、まあ、パーソナルカラー診断っていうのものがあるんですよ今結構高いんですよそういうのやるのでそれをしてこうし測ってもらうんですよプロの方にねであなたはファーストが。 イエベ春ですセカンドがあのイエベ秋ですブルベ夏ですブルベ冬ですみたいな感じなの春と秋は春と秋の違いは秋のアイシャドウ持ってないんだけどあこれ秋じゃねこれ秋ですすごいね、まあ、簡単に説明するとこれがイエベ春ですこれがイエベ秋です わかかかりますかかるこの春っぽいし秋っぽくない <laughs> 春っぽくて秋っぽくないなんかもう超オレンジ茶色みたいな色が秋っぽくてこうピンクとかで、まあ、ベージュはどっちもあるんだけどなんかまあ春っぽい色合いじゃないですか。そうそう うん。まあまあ。見はしてないですけど、自己診断ですけど、ブルベではないだろうと思ってますね。似合わないそうそう季節でっていうか、あのー、まあなんかわかりやすくさ分けてるだけでわかりやすいじゃないですか。なんか。 春ってピンクっぽくて夏って青っぽくてみたいな秋って茶色っぽくて冬って白っぽいみたいなわかりますかなんかそんな感じ <laughs> なんかぽいよねみたいな感じで分けてる別に春とか秋とか夏とか冬にめっちゃ深い意味があるかと言ったらそんなないと思ってるよ私は。 昨日の公園帰りは新幹線遅れて家に着かなかったええー、マジあそうそうそうそんな感じで当てられてるって感じですねあさあずとかあみちゃんとかブルベっぽいかなあさあずとあみちゃんはもう絶対ブルベ夏かな冬かなでも夏っぽい2人とも夏っぽいうん家ベっぽいのは青海さんとか のみさんは絶対イエベだと思う。もう使ってる化粧品が結構イエベ多いので。とか誰だろうなとイエベっぽい人。日本人割合的には一番ブルベナッツが多いらしい。え、そうなの。一番多いのに。こう、は、省かれてしまった。<laughs> 溢れてしまったよね。 出張で東京来たけど明日帰れないっぽい明日はもう新幹線も多分在来線も止まりますから大変だよね色が白いとっていうわけではないですねなんか別にそのこの方が黒いとかそういう話じゃないけどなんか三尾丸さんって比較的めっちゃ色白っていうわけじゃないじゃないですか三尾丸さんはブルベ似合うんですよ とか姫たんもブルベだったりするのでなんかめっちゃ色白の子がブルベだよねって言われるとそういうわけじゃなくてなんかこうね色がめっちゃ白くなくてもブルベはいるしいあのー、めっちゃ白いのにイエベもいるよっていうだから本当に人それぞれぞなんですただ顔がくすむかくすまないかみたいなそういうところが結構関係してるのでまあ 意外とら、まあ、われずにメイクすることも大事なんですけど結局とわれちゃううよねっていう、ね、ところですまあ皆さんは推しメンかわいいかわいいって思っていただけたらなんかね、まあ、あるんだよね例えば何かこう血管の色が緑っぽい人と青っぽい人っているじゃないですか青っぽいとブルベとか緑っぽいとイエベみたいななんかそういうので分かったりとかするんです、まあ、私もあんま詳しくないんですけどね そうそう奥が深いでしょそうそうそう <laughs> れます,か、はい、見られます結構まだまだ先のあれになってしまうんですけどそうそうまあ他にも診断する方法はたくさんあるんですけど 一番は専門の人に見てもらうのがいいかなって思います。中坂さんが賢く見えます。そうそう。中坂さんはそのそもそもなか使ってるメイク道具にめっちゃこだわりがあるとかっていう人ではないので、そうそうなんならまだまだ研究中。 夏に冬服着ると暑くない夏に冬服を着るああ赤ノリさんのいやでも今日は結構涼しい一日でしたから寒いくらいでしたけれどもねありがとうございますまあなんか一番わかりやすいのは意外とリップかもしれないリップは私結構本当に似合う色似合わない色がめちゃくちゃある人なのでリップ大事。 ことで皆さんもぜひの他のメンバーがあのレシメイクレシピを載せた暁にはバズらせようという思いを込めていいねしてくださいお願いしますこの間赤の連ポイント初めて500貯まった素晴らしい貯めていきましょうこの調子で YouTube に載ってる映像は 前回赤のれいさんの撮影しましたーってポストした日にあのー、撮りました多分そうそうなので皆さんぜひ YouTube の方も記事の方もチェックしてねリップは、ね、最後まで使い切ることもあるし使い切らんこともあります撮影はとっても緊張今は全然しなくなったけど する撮影もあるる赤のさんさですすよね,、えっと、ねする緊張しない撮影もあるしでも大体最近はあんま緊張しないなんかすごい赤のれんさんは中坂にとても優しい <laughs> なんかこう、まあ、赤のれんさんはもうファッションブランドなのでこう一応一応モデルさんっぽいポーズするんですよ、まあ、全然。 まだまだドドドドド素人の仲坂なんですけど一応それっぽい撮影するんですよ <laughs>。でもなんかいやもう中ちゃんはそんなんじゃなくても中ちゃんらしく行こうよみたいなそんな感じ中坂らしく行こうよみたいな感じだからもうなんか <laughs> 生写真の撮影みたいなポーズで許されるの。 生写真って結構さいろいろするじゃないですかハートしてたりとかなんかイエーイってやってたりとか中坂さん結構こういうポーズ多いんですけど多分生写真採用率そうなんかモデルさんって絶対ピースとかしないじゃないですかでも皆さん赤のレさんのチラシをこう眺めていただいたら分かる通りあなんかめっちゃピース多いしなんかヘンテコポーズみたいな多いんですよでもなんかそれをした方がいいそれした方がいいみたいな そっちの方がんな感じでもうなんかすごい何しても「え可愛い,いって言ってもらえるし何しても,も「上手だね」って言ってくれるしなんかもう楽しくなっちゃってこっちも <laughs> そうそうだからもうめっちゃルンルンで撮影してますけれども,もう今日は結構緊張しましたねでもきなんで緊張したかはあのもう情報解禁されたらわかると思うので楽しみにしててください めっちゃあげあげめっちゃねなんか初回がもうめっちゃガチガチだったの中坂がでも硬すぎてなんかでもあのー、赤のれんさんがこう中坂さんをに声をかけてくださった理由がもうショールームだったんですよねだから「ショールームの中坂」を見てる赤のれんさんからしたらなんかもうそのガチガチの中坂はもう誰だよみたいな感じなわけでだからもう初回でなんかもっとなんか。 中坂さんらしい感じ行こうよみたいな中坂さんらしい感じで行こうよみたいな感じだったんだけど <laughs> もう緊張でそれどころじゃないしもう全然できないしみたいな感じでそうそんな感じだったのね。そうで もっともっと柔らかくいこうよとかもっと中坂らしさ出そうよみたいな感じでこう頑張って出した中坂らしさを今もこうちゃんと引き出してくださってるんですすごい。だからなんかこう文言とかこう台本いただくんですけど中ちゃんらしく、あのー、アレンジしていいからねみたいな感じで言っていただいて、あのー、そアレンジしていく中でなんか。 「この大人かさかの中」はいかがですかとか言うと「いいね大人がさか今日は大人がさかなんだね」とか言ってでまた次の撮影くとお今日は何おしとやかさか,かな」とか言ってこうすごいなんちゃら中坂をすごい使ってくださるんですめちゃ優しいで私があの一人称中坂だからもう台本も最近中坂になっててそう 本当に暖かい空間で撮影させていただいておりますそうそうマ,マジで楽しい現場ですめちゃくちゃ盛り上げてくださってますでなんかもうちょっとでもなんかいいこと言うと女 いいねみたいなやっぱさすがだわみたいな感じでなんか言ってくれますあの店内放送を皆さん聞いてくださったかわかんないですけど店内放送を収録した時もなんかなんかうまいねみたいななんかやってるのって聞かれてでもまだその時初めて店内放送の収録をしたのが4月の末とかだったのね4月の末のくせに まあ、ラジオのパーソナリティやってて。<laughs> めっちゃどやり散らかしたの。でもさ、4月の末とか絶対1回とかしかラジオ撮ってないわけじゃん。<laughs> まだ収録1回目か2回目の段階でもうめっちゃどやり散らかしてきちゃったの。ラジオのパーソナリティやってて。だからまあちょっと前のかもしんないですね。で <laughs>、ね、そう。で、またこう2回目、3回目みたいな時にも、 なんかやっぱラジオやってるからうまいねみたいな呼ってくださってすごい嬉しいですありがたいですねそんな感じで本当に楽しくのびのびと撮影させていただいております う本当に楽しいですなんかメンバー当たり前ですけどメンバー誰もいないけどでもマネージャーさんがいつもなんかたくさんいるというかまあなんか特に仲がいいマネージャーさんがいつも同行してくださってるのでなんかまあ普通にマネージャーさんともめっちゃ喋るしスタッフさんともめっちゃ喋るしみたいな感じで楽しく楽しくやらせていただいておりますありがとうございます。こうまた 参加させていただます。そうすごく楽しかったです今日の撮影もとメイクさんもめっちゃなんか仲良しマイなんか赤のれんのメイクさん入ってくださるメイクさんとめっちゃ仲良くなっちゃう。<laughs> 皆さんがこう X とかでポストしてくださってるのをやっぱアクノレさんとか見てくださっててなんかやっぱみんな買いに行くんだねとかあと YouTube のコメント欄もすごくてみたいな反響すごいねって言ってくださるのであの本当に皆さんがこうたくさん行動して発信してくださってるっていうのもすごく大きいしそれを続けていただけるとあのもうこれから先もまた続いていくかもしれないので。 あの皆さんもぜひ赤のれんさんに行ってみてください。よろししくお願いします、はい、姫ちゃんの配信が終わったのだからみんな来たのありがとうございます。<laughs> 私も春夏だけだと思ってたんですけどありがたいことにこう秋も継続していただいてまたあの撮影に参加させていただいててたくさん嬉しい限りです <laughs> 洪水警報発表わマジちょ気をつけてみんなずっと雨すごいからね気をつけてくださいみなさん そそうそうぜひお買い物した際はあの「ハッシュタグ赤のれんさん」つけてポストしちゃってください。 赤のれんさんの店員さんも中ちゃんの効果すごいって言ってたの本当にありがたいですねそんな言っていただけて眠気はもう結構冷めてきた <laughs> あさって岐阜行く前に赤のれんだなということ岐阜にもねありますからこの前ねどっか岐阜の、ね、赤のれんさん行ったんですよね なんか中坂の,あの発信であの少しでも多くの人が行くきっかけになってたらやっぱそれはすごく嬉しいことなのだよ。皆さんお願いします。 かじけでご飯食べて赤のれんでお買い物してせチも中でおやつこの組み合わせいつかしてみたいね定期的にぜひしていただけたらなと思います赤のれんさんのポイントカードのデザインが個人的に好きですなんか結構大人っぽいデザインですよねでも10月14日のセンチュリー当たったよおめでとう,そう,そう赤のれん最初食べ物かと思ってたのは内緒ですかわいい 大垣にあるんですねこんばんちゃんみゆちゃんがモデルになったら赤のねを知ることもなかったよということでほに嬉しい大阪にもあるのねしかも茨城あれですよねちかさんのちかさんが観光大使やってるところですよねバラの隣が赤のねさんなので買いに行ってますということでありがとうございます明日公演頑張ってください頑張るよ3日とも当たってお財布心配 楽しい思い出が作れたらプライスレスなんじゃないかなって思いませんかそうそう3日分の支払い行かなくちゃ結構皆さん当選されてるんですね楽しみにしててくださいそうそう そっか関東にはないのかそうだねじゃあ関東の中坂のファンの方は、まあ、結構4割くらい関東の方がいらっしゃるので4割3割くらい関東の方がいらっしゃるのであのこうね関東の皆さんにも赤のれんを知っていただけたとかそういうのはすごくいいことだなと思いますね嬉しいですね。本当になんか値段がす,ごすぎて もっと行きたいもんねみんなあ結構中坂ファンの皆さんでで入るんですねじゃあそこまでにこう仕上げていくんであの可愛い写真いっぱい撮ってくださいカジ樹ンコラボ」だけど四国唯一の松山店が一部店舗を除くの一部店舗で食べられないというかじゃあ名古屋に来た時に食べよう 初日に行きますとかね、当たってる方結構多いですよね。ありがとうございます。赤のり行ってから、スタグルでコッペテ食べて、その後岐阜、エフシーギフの勝利を祈りましょう。あ、最高。 でも31日もやっぱ台風の影響で結構たくさんのイベントが中止になっているのであのまあ私たちがねこう無事に出演できるかもまだわかんないのであのまあ FC 岐阜さんの方からポストがあった際には,これは私もリポストさせていただくんですけれども皆さんもこう情報は本当に J リーグチームが結構本当にたくさん今試合あるかないか競技中なので。 中止が出てるのはね3試合くらい2試合か3試合くらいなのでまだ徳島ボルティス対どこだったかな清水エスパルスと、えー、京都サンガ対鹿島アントラーズは出てたのは知ってるんですけど意外とまだあの出てないのでその多分、FC、ギフも同じくまだその試合が無事に行えるかの競技をされてると思うのでぜひ あのちゃんとと情報を追っていいたただけたらなと思いますあの来れても帰れない可能性がもう大いにあるしなんか名古屋でそれだったら、まあ、名古屋はなんかいっぱいホテルありますけどあの長良川競技場でそれ起きると、まあ、岐阜駅まで行けばあると思いますけどさすがに泊まる場所が長良川で起きると結構本当に私の中ではほんと遭難レベルでやばいと思ってる何度迷子になったか分かんないのです、ね、この人長良川競技場の周辺で皆さんもあの。 無事に帰れることを祈ってますけれどもまあ台風次第って感じですね三3連戦が3試合とも中止はすごいねバンテリンそうなんだうちから一番近い果樹県が秋田県だった秋田県は遠いですかやっぱり果樹県神奈川に店舗ない 東京にはあるみたいなのでぜひあと愛知県にいっぱいありますヤフーで見たけど f c ギフト s k のコラボユニホーム販売ってみたけど本当本当ですよぜひ皆さんそちらもチェックしていただけたらなと思います北海道もないのかええー 長良川温泉の高級お宿に確かに、まあ、たまにはそういう日があってもいいんじゃない <laughs> なんかもう意外と宿泊セットとか持って行った方がいいかもねもう服も絶対濡れるだろうからあの雨の日のサッカー観戦のすすめねもう本当にこれはあのーまあ、もし雨の中開催されるっていうことが決まった時に皆さんにお伝えしておくんですけど あのー、ハーフパンツがいいと思います。長ズボンで来ない方がいいです。もう裾べちょべちょになります。あとはまあ、売ってるからいいけど、レインコートは必須です。スタジアムでは傘はさせません。あとはあのタオルはマジで何枚あってもいい？あのまず椅子が濡れてる可能性があるから、椅子服用。もう普通に応援用濡れた。体服用みたいな。4。5枚くらい持って行ってももう構わない。 構わないですはいあ靴はサンダルがまあ何て言うんですか濡れた時のあれはあるけど私は厚底がいいと <laughs> みんなに厚底をすすめるなって話なんですけど厚底はあのマジであの水没しないからおすすめなんですけど <laughs> 靴下は絶対にあの漏れなく靴裸足じゃない方は靴下の買いは絶対に持ってきた方がいいと思います むしろ水着はどうですか <laughs> 捕まらない程度に <laughs> そうそうあーお仕事お疲れ様ですあとはビニール袋本当にカバンを入れるビニール袋で大きいものがいいですもうゴミ袋45リッターゴミ袋くらいでいいあのマジで雨粒がカバンの中に入るほど恐ろしいものはないしもう 本当にビニール袋何枚やってもいいと思います。の雨の日のサッカー観戦で屋根ないところはまずビニール袋の上に雨水がたまるのでもうそこからもう普通に川に入ってきます。だからあのこう口を閉めたら口を下にしてあの置いておくことをおすすめします。その縛った口をね。はい。本当に。 そうそう確かにあのスマホ水没も怖いね中坂はえと雨の日の川崎フロンターレ戦等そうスタジアムでえと屋根のないところで観戦をしたんですけどその時は普通にポンチョカッパレインコートポンチョみたいなのを着て。 えー、財布と携帯はポケットの中に入れて見てましたもう特に電子機器なんてカバンに入れておいたらもう水没するだろうって思ってたからもう意外と活漢の中が一番安全だっていうことには気づいたので <laughs> 私はもう財布と携帯はポッケの中に突っ込んで見てました長財布とかじゃないからい,いけたんですけど カメラは本当に雨の中のカメラは本当に怖いのであのちゃんと対策してきてくださいなんかよく FC 岐阜の雨の日に撮影されてるサポーターさんはなんかもう上からビニールをかけたりみたいな感じでなんか撮ったりはしてますね。 いや本当にそんな中でもねそ,うそれなってかサッカースポーツ選手あるあるじゃないですか雨の中でもやるじゃん雷が鳴らなければ割とやるじゃないですかスポーツってすごいよね本当に体力がめっちゃ消耗されるじゃん雨の日ってそう,そうああの長良川競技場にコインロッカーはないので、ま、なんか物を預けるなら岐阜駅とかかな 思います上品はジップロックに入れるといいかもらしいですそうそう。 カバン自体防水のにしておくことと大事だと思いますなんかこの前あの本当に数日前に行った岐阜長良川の日も中坂さんは雨の中タオルは1枚しか持ってないしあのビニール袋も持っていくの忘れたしもう本当に最悪だったので本当にビニール袋とあとああの寒くなる可能性があるのでなんか念のためなんかカイロとか持ってってもいいかもしれない普通に冷えます。 カッパ着てればだいぶ暖かいんだけどそう,そう,そうあと、着替え持ってった方がいいと思います雨プラス汗で濡れたお洋服はもう死ぬほど臭いです <laughs> あの、これは 私のも実体験なんですけどなんか雨で濡れて汗もじゃ汗で濡れててもともと汗臭いなって思ってたんですけどあのそれにプラス雨で濡れた時の自分の服がもう臭すぎて <laughs> 着れなかったそうだからなんかもう めっちゃビニール袋に梱包して1枚着替えを持って行ってもいいかもしれない <laughs>。そう、中坂はだからなんかユニフォームあのなんだっけ？普通に着てた t シャツでまあ、普通に岐阜行って試合見る前だけユニフォームに着替えるんですけど、あのもうその着てた服がもうとにかくすごく汗臭くなってしまったので、汗とも生乾きみたいな匂いになっちゃうのね。だからもうユニフォームのまま帰りました。家まで。 <laughs> そうなのであの普通に、あのー、替えの服を1枚持っていくのはすごくいい,い,いと思いますそうそうあとはなんかエコバッグみたいなものを1枚あの中に入れておくといいと思いますカバんのなんでかっていうとあの濡れたものとかなんか意外と荷物があふれかえって結局なんか。 荷物が増えて入らなくなくるんですよカバンの中にだからエコバッグ1個持っとくだけでだいぶ変わると思います。はい、えみんなにいい情報を提供してあげてるんだよ。 ビニール袋はあのカバンよりも断然でかいのじゃないとダメだからねそうそうなので皆さんもしあさって試合観戦に来てくださる時は本当に万全の対策で来てください 確かに札幌ドームコンサート通り札幌最強だねサッカーって洪水暴風警報でも試合やるの まあ暴風警報が出たらさすがに中止なんじゃない洪水警報はちょっとわかんない私は、まあ、長良川っていうだけあって、まあ、川から近いじゃないですか皆さん長良川に来たことあるか長良川競技場に来たことある方わかると思うんですけどもめちゃくちゃでかい橋を渡ってから来るじゃないですかだから川が近いのはあるので 雷は確実に中止になると言いたいところなんですけど結構近くでならなないと中止にはなりませんあのこの前見に行った試合も雷鳴ってたんですけど鳴ってるだけだったの光とかは見えなくて鳴ってるだけだったから中止にはならなかった中断にはならなかったので。 そうですね雨の日のサッカーはやっぱ本当にすごい滑るしすごいやりづらそうだなっていうのも感じるんですけどやっぱ伝説のピクシーのリフティングドリブルもやっぱ雨の日の長良川で誕生したので意外とすごい試合が見れるかもしれません。先日の雨の雨長良川は岐阜5対1で勝ちましたかから意外と何が起こるか まあ、皆さんが皆さんがっていうかもう普通に無事に開催されることが一番なので本当に中坂も普通に楽しみめっちゃ楽しみにしてるので開催されるといいなって思います。 中坂さんは雨の中でサッカーしたことあるの。中坂さんは、あのサッカー習っていた時代に、あの雨の中サッカーをしたことがあるんですけど。あの普通に。いきり散らかしてたので。すごい反感を買いすぎて。水たまりに足を引っ掛けられて、顔からだいぶしたことがあります。<laughs> 自業自得です。皆さんも、あの気をつけてください。 はい、もう雨の中サッカーは何度もあります経験は雨の日はロロンンググスローイングは短くなるのでしょうかいやよく飛ぶんじゃないだってロングスローする前ってさ水あ違うわロングスローする前は吹き吹きか。 じゃあよく飛ばんかもしれないあ風強いとね確かに確かに滑るの楽しいなんかあのー 阪神タイガースのミエセス選手っていういらっしゃるじゃないですかがんかすごい雨の日のなんか中止になっちゃった試合でなんかすごいエンタメを見せていた映像をよく見たことがあります。 普通例なんだへえそうそう見たことありますその映像はよくあるんですねえも,確かに野球も なんか室内のドームがこう球場のチームもあればあの違うんドームがホームスタジアムホームグラウンドのチームもあればこう球場神宮とか松田スタジアムみたいな感じで屋外のところもあるじゃないですか。だからね野球もね結構難しいですよ あデコピンの始球式見た私もすごいね <laughs> すごかったねえーまあ、確かに雨の中来てくれたありがとうみたいなねそうそう チケットの取り方から当日の流れまでの動画を作ってみたらね、作りたいでもなんかさ、誰かの名義で応募しないとできないよねそれ。しかも当たらないとできないそんなことない頼めばいける <laughs> 雪の高校サッカー決勝確かに高校サッカーって下手したら大雪のシーズンですもん、ね 長谷部コーチ誕生もびっくりあ代表ですよねサムライブルーですよね今日あの発表がありましたねサムライブルーちょっとどさくさに紛れた九月後埼玉スタジアム行こうかなって思ってマネージャーさんに九月後ってリハ入りますかねって言ったそこですか <laughs> 早かった反応が反応が早かった。 ちゃん応募してたやん <laughs> 応募したくせにってまた応募してたふうに取り消してもらうんですか本当んに焦っ,焦っちゃったからあの時 <laughs> これつけ襟じゃないんですよ繋がってますエ襟巻きトカゲそうそうねえ バレ,バレてました <laughs> そう今日代表のメンバーが発表されて新新じゃない初招集の選手が3人くらいいましたよね2人 ?3 人え十19歳の選手がね選ばれてたんよすごいなーって思いました アンダー,アンダー23とかじゃないんですよもう A 代表なのに19歳の選手ええー、みたいなめっちゃすごいやーんって思いました年下ではないかな <laughs> 年下ではないかな、ね、私一応19歳だから オリンピックのキーパーの選手はちょっと選ばれてないんですけどちょ誰が正ゴールキーパーかわかんないですけど個人的にはちょっと町田ゼルビアみたいなとは思います。 まあ元気だったら1時間やるつもりではいたので、まあ、みんなのおかげで元気になってよかったなと思います終わったらすぐ出ますけどねもうお風呂入る絶対お風呂入る23時5分くらいまで喋って終わります長い名前の人いたね町田ゼルビアですよね町田ゼルビアが3人国内から出てるらしくてすごいな 思いました。代表戦行きたいけどね。タイミングが合わないんですよね。あのエディオンピースウィングと。ノエスタ。あとは。 九州の方以外だったら行こうとは思ってる。<laughs> 割と。はい。後期が選ばれました。おめでとう。ちょっとね。長坂的には結構あの藤井、ハリや選手とかまあ、森下良也選手とか選ばれるかな？って思ってたんですけど、ちょっと残念ながら今回は選ばれなくて悔しいですね。 名古屋グランパスからも三ニ・ケネディエブス選手とか山岸選手とか森島選手とか選ばれるかなーとか思ったんですけど悔しいですねあそう伊東純也選手も復活ということでう楽しみで仕方ない埼玉スタジアム行きたいんですけどねちょっと予定が合わなくて <laughs> いやーイそ,そんな感じです熱いこの部屋今日はなんかクーラーつけずにやってるわ なんか中心の休日やなそうね休日なんかせっかくの休日にサッカー見に行けないのが本当に悔しい <laughs> って思うタイプですそうそう今日もつけてないですあ,のあっちの部屋はついてるんですけどねそうそう 喋っってててるるとくくなてく昨日はスズムシ泣いてた、ね、もうここもさっきまで泣いてたんですよ雨降ったりやんだりしてるから泣いたりやんだり泣いたりやんだりしとる。はい、ということでそろそろ終わろうかなと思うんですけど今何分ですかおいしいもん食べる <laughs> 休日家でゆっくりしてることってある でも平日休みだったら結構家でゆっくりしてることの方が多いかもしれないですね。あちょうどいい時間じゃない。終わります。てる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 がいなくなってしまったことによりもたれかかれるようになってしまったっていう話。 今日,は1日に全チーム分食べるのかじけん <laughs> いいね GMS が一番美味しかったコメントお待ちしてますということでそろそろ終わりたいと思います皆さん今日も見てくださってありがとうございましたいきます んさハートひよこさん青さし白さえオレンジさいベイビーさんかわゆきさんハートベイビーさんブラーボブブググさん星リボンシャコキドグーさんハートクロワッサンさん金魚世界さんハートハムスターさん金魚こじこじさんレインボー中坂パジャマさんハートハートハートマイク持ってる女の子さん金魚ブドウプチプチさんハートハートマイク持ってる女の子さん黄色んだるまキラキラ星さん星花火タイヤキング池田さんハート えー、キラキラ星さんハートカエルさんハート目の入った白のクマさんハート白のほにほにょさん星花火目の入った白のクマさんハートメガネさん黄色玉黄色玉えミレイちゃん ミレちゃんさん、ハート、〇〇猫さん、レインボー、緑玉、メガネさん、お花、えー、怪獣さん、星花火、水色のダルマ、マスクしてるクロミちゃんさん、星花火、ミレちゃんさん、ライフ、ウサギさん、緑玉、メガネさん、黄色玉、〇〇猫さん、かわいい、世界さん、ダルマ、黄色の巨人さん、金魚、ミレちゃんさん、えー、緑だる、ま、ダルマ、えー、ハムスターさん、緑玉、 メガネさん、ハート、カッパさん、タコ花火、丸〇猫さん、レインボー、ピンクのおぞらしさん、金魚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 。えー、ナッキーさん、イナリン。ピンクのおぞらしさん、金魚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 、ピッピ、フェイプさん、黄色玉ピンクのおぞらしさん、金魚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 。ナッキーさん、ユニコーン、イナリン。 スキーのクマさん星花火ピンクのアザラシさん金魚金魚アジサイニャンニャさん結婚して可愛いパンダさんだるまアジサイニャンニャさんグッドゲームグッドゲームカエルさんハート世界さんだるま○○猫さん星花火メガネさんお花アジサイニャンニャさん結婚して結婚してタランノムタランノムタランノムタランノンオンプサギウナギさんだるまアジサイニャンニャさんタランノムタランノンオンプアジサイニャンニャさん結婚して○○猫さん星リボン。 あじさいにゃにゃさん結婚して結婚してかわいいグッドゲームグッドゲームマイク持ってるのの,のこさんハートリボンクマさんハートハートハートえあじさいにゃにゃさんグッドゲームグッドゲームグッドゲームリボンクマさんハートハートえみ、ー、れちゃんさん金魚あじさいにゃにゃんさんグッドゲーム ストロベリーニャンコさん、金魚、アジサイにゃんニャンニャさん、結婚して結婚して、ウキイさん、レインボー、白のクマさん、金魚、ピピフェビさん、トラン、オンプ、羊さん、レインボー、ののさん、ハート、ズンダマさん、ハート、世界さん、ライフ、ルンルンネコさん、お花、ミレイチャーさん、ハート、ののさん、ハート、白のクマさん、金魚、センターキャン、ノ,ノコさん、ハート、ののさん、星花火、マイク持ってる女の子さん、星花火、アジサイにゃんニャンニャさん、結婚して、ののさん、金魚、ピ,ピフェビさん、トラン、オンプ、え、ピンクの、もこもこウサゲさん、星リボン、トイプードルさん、星花火、金魚、センターキャン、ノノノノノ さんハート悪魔ちゃんさんハートピピヘピさんタラーの音符ドイプードルさんハートピピヘピさんタラーの音符ありがとうございます他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますいーいありがとうということで皆さん今日もたくさんのたくさんの <laughs> ギフトを本当にありがとうございます今日もまたポイントが増えていて中坂はびっくりしましたあ、爪可愛い,い ええということで続きましてランキング読みたいと思います。今日の中身七十三位はデケデケデケデンドスコイボンジュールのアバターのトイズボックスさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして二十から読みたいと思います。いきます。 せーの、どんぐりの和田さん、山郷さん、ドゥーさん、エスくんさん、セカンドさん、丸橋博之さん、ケンジさん、ありがとうございます。イエーイということで、今日の20位から10位の皆さんもありがとうございます。13位、エクシーさんありがとうございます。メーイ

爪かわち <laughs> 7位さっきりさんありがとうございますスミューシャリムブンモウサギブンブン6位たけさんありがとうございます社交キドグドグードグードグー <laughs> 5位黒猫山中さんありがとうございますアジサイにゃん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  4位ナッキーさん間違えました4位よさきよさんありがとうございますあちこちどっちハッピーバースデーナッキーさん。え3位長がっぺさんありがとうございますベイビベイベイベーベ、バブ2位すゅんさんありがとうございますこじこじだよそして今日の1位はドコドコドゥドコドカ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 だん S ハート73おっさんですーせーのガローさんガローさんガローさんありがとうございますということで皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございましたコメントしてくださった方ほしらギフトを投げてくださった方もありがとうございました あランキングが変わったので、ちょっとさらっとではありますが、読ましていただきます。ケンジーさん、エクシーさん、トヨヘスさん、ノリヤキさん、モースーさん、アポリーさん、総力戦さん、サクギリさん、タケさん、グルネコ、山中さん、岩崎京さん、シュンさん、エサハツの十三おしさん、ありがとうございます。 ということで皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございましたもしよかったらメールブログのチェックダイフゴツシールーのフォローツイッターとインスタグラムのフォローミブロのチェックよろしくお願いします明日の公演は一応今のところ開催される予定ではありますがここからもしかしたらすごいスピードで名古屋に迫ってくるかもしれないですし、まあ、公共交通機関が動かないとかあの暴風域に入って暴風警報が出てしまったりとか大雨洪水警報がもうすごい あのもうすごすぎてもう洪水しまくってますとかあの浸水してしまいましたみたいになってしまった場合にもしかしたらあのなくなってしまう可能性もありますのであの皆さんその辺はちょっと明日来られるよっていう方はね SNS の方をチェックしていただけたらなと思いますまあてるてる坊主がたくさんいるのでおそらく大丈夫でしょう <laughs> 皆さんも今日は早く寝てください中坂も明日に備えて早く寝たいと思います それでは今日の三連単大予想はドグ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 パンそうだな今日は二十九日なので七三九ということで三連単的中でした。 4,550円りありがとうございましたそれではえー、なんだっけ3万8,000円目かな貯金でーすということで終わりたいと思いますせーのバイちゃんじゃんけんポンあっち向いてほい今日の合言葉は「つめかわち」バイバーイえマージでかわち超かわちんだけどつめかわちつめかわちつめかわち おやすみなさい。